皆さんこんこにちはドリーーームジャーニーです私は永住の地を求めて現在は南米を調査中です。今回私が考える街はアルゼンチン・サンミゲル・デ・トゥクマン。アルゼンチンの北部に位置するサンミゲル・デ・トゥクマン。長いのでここではトゥクマンと呼ばせていただきます。トゥクマンはトクマン州の州都となり人口は59万人。日本では 埼玉県川口市、鹿児島県鹿児島市と同程度ですアルゼンチンで6番目に人口の多い都市となります物価トゥクマンの物価は近くの大都市コルドバと比較して少し高価といった印象ですトゥクマンのスーパーマーケットはベアカルフールガオモとなります セントロ付近には他にもいくつかスーパーマーケットがありますが規模が小さく価格も割高です安価で品ぞろえが良いチャンゴマスやリベルタは他の町と同様に少し離れているため気軽にはいきません不動産価格トゥクマンはそれなりに大きな規模の町ですが利便性を考えるとセントロ付近が便利です探してみると 結構出てきますセントロの中心37平米の築6年のアパートが5万9,000アメリカドル約880万円セントロと7月9日公演の間58平米で築12年のアパートが4万9,000アメリカドル約735万円その近くで60平米の築9年が5万アメリカドル約750万円町の規模を考えると かなり安い価格だと思います。交通について、トゥクマンではシバスの走っています。価格は1回690ペソ、約74円。レッドブスという町独自の交通カードが必要です。空港はセントロの中心、独立広場から約12キロメートル、車で25分程度の距離。バスターミナルは同じく独立広場から。 1> 約 1.2km 車で5分程度の距離ウーバーも利用可能です毎週火曜日と金曜日はブエノスアイレス駅の電車が走っていますまとめ今回はアルゼンチンサンミゲルデ・トゥクマンで考えてみましたトゥクマンはそれなりに規模が大きな町ですセントロ付近もにぎわいがあり生活には困らない成熟した町です その規模の割には親切な人が多いのはプラスポイントですマイナスポイントはタクシーの数が多すぎて慢性的な渋滞と所得格差が比較的大きくセントロの外は少し危ない感じがします私のおすすめ度は星4つそんなところです